は、バラ科桜属の植物。大島桜を元に生まれた、里桜群の桜で、日本原産の栽培品種の八重桜。名前の由来は、花の中央から出ている、雌しべの先端が曲がっており、普賢菩薩の乗る白象の花に似ているため。別名は普賢堂もしくは白普賢。栃木県下野市、天平の丘公園にて、荒川邸で栽培されていた里桜の一つ。樹高は高木で、樹形は傘状。花は八重咲きの大輪で、花びらは淡紅色。東京の夏季は4月下旬。開花が進むほど花弁が白くなっていき最盛期を過ぎると、花の中心部が赤く染まっていく。命名の由来となった中央から2本出ている雌しべは、正常な中等と下中ではなく細い葉のように、破化していて、生殖能力を失っており、結実できないため、接ぎ木や挿し木でないと繁殖ができない。このように雌しべが破化した、似た品種に、一応と小月がある。見分け方は、普賢像が破化雌しべが2本あり、若葉が赤みを帯びていて、花と同時に展開すること、一応が破化雌しべが1本で萼の部分がギザギザした、ノコギリ陣状になっていないこと。小月は、破化雌しべが1本のものと2本のものがまちまちであるが、花期が遅いことや樹高が大きくならないこと、若葉が黄緑色で花より遅れて展開することで区別できる。秋には赤く紅葉する。歴史的な文献には、普賢像の名の付く桜の始まりは、鎌倉の普賢菩薩が安置されていたお堂にあった桜の名木を普賢堂と呼んだこと。その白い花を普賢菩薩が乗る白象に見立てて、普賢像となったことが書かれており、1552年に成立した地理塚物語には、室町時代には普賢像が名王として知られていて、京都の千本閻魔堂の普賢像に後小松天皇が感心したこと、この普賢像の枝が足利義満に献上されたことが記されている。このため、里桜の中でも、かなり古い品種であるとされるが、これらの、普賢像が、現在の普賢像と同一の栽培品種であったかは、議論の余地があり、室町時代時点の、普賢像は特定の大島桜に付けられた、名称であり、室町時代以後の京都で、現在の品種となった可能性も指摘されている。なお、1758年の松岡玄達の「琺瑯斎王品」や1803年の桜井雪仙の「花譜」に描かれた絵図と解説により、江戸時代後期の普賢像は、現在の普賢像と同一の形態であったことが確認されている。ありがとうございます。